楕円ピストンエンジンのピストンクランクシャフトの周辺楕円ピストンエンジンはピストンの形状が深円ではなくオーバルのレシプロエンジン。ホンダによりレースで使用され少量が市販化された。楕円と呼ばれているが機化学で定義するところの楕円ではない。ロードレース世界選手権及び耐久レース用のレーサーに使用されたエンジンでは超円状であった。 市販されたホンダの R では、正規楕円放落線形状に変更された。英語でもエリプティカルともされるがオーバルともされる。楕円形ピストンとしては、ホンダのものが有名であるが、1920年代にトライアンフが実験的に短気筒エンジンを改造し作成したものをはじめ、1990年には VW が楕円ピストンのディーゼルエンジンを公表するなど、多様なメーカーが実験。 開発を行っている。ホンダでは1970年代後半に当時の WGP500cc クラスに復帰するにあたって各種のエンジン方式が検討された。当時のホンダは市販車の2ストローク化に消極的で郊外問題にも関心が高まっていたことからあえて4ストロークで戦う方針が立てられた。当時のレギュレーションでは自然吸気は4気筒まで。 下級では2気筒 250cc までで容易に高出力化が可能なターボ下級も検討されたが下級機を冷却するためのインタークーラーや下級圧の過度な上昇を防ぐためのウエストゲートなどのバイパスパイプ類といった補給類による重量増加そして排気圧が高くなる高回転域でないとメリットになる高出力が発揮できないターボラグの存在など宿命的なレスポンスの問題もあり 自然吸気エンジンでの参戦が決定した。しかしながら、当時ホンダ社内で WGP 復帰のための新規車開発チームの開発リーダーの福井武雄の指揮下で行われた開発作業は難航。その理由は当時の WGP のエンジンレギュレーションにあった。前述の通り、爆発回数が2ストロークの半分になる4ストロークで同等の出力を得るには、 当時の2ストローク GP マシンの平均的な最大出力回転数の2倍に当たる2万 RPM を壊れずに出せる超高回転エンジンにする必要があったのだが最大気筒数は 500cc クラスでも4気筒に制限されており60年代に GP 界を席巻したような多気筒高回転エンジン路線は実現不可能でありまたモート GP クラス2002年シーズン開始当初の ような4ストロークの排気量優遇措置もなかった。ホンダ技術研究所の入りまじり小一郎は、ある日運転中に交通信号機を眺めていて、楕円ピストンを着想し、8気筒のパフォーマンスを4気筒で実現する新型エンジンの開発に踏み切ったという。ホンダで楕円ピストンを採用したエンジンは、V 型4気筒ながらも、1気筒あたりワルブは9気、排気筒も4本ずつ、 電化プラグ2本、コネクティングロッドが2本と、V 型8気筒の隣接する2気筒同士をつなぎき、合わせた格好である。ピストンとシリンダーの形状は前述のように、超円形で、後に市販化にあたって、正規大円方落線形状に変更された。これは超円形では、円周から直線部への移行点で曲率が不連続に変化するため、 加工の差を生じやすく量産化が困難だったためで、市販車では NC 制御の自動機械加工とされ、別体シリンダーとともに互換性が保障されている。ピストンリングが開発の焦点であり、初期には非常に難航した。レース車両では最終的に当初予定の約2万 RPM を達成したものの、信頼性と耐久性の欠如に終始悩まされた。一方、 独特の気刀形状から混合儀のタンブル流が安定的かつ強力に生成され、堆積効率が高く可燃電波も良好で、長小とストロークで超高回転、高出力を実現しつつも、異例にパワーバンドが広く取れることが明らかになった。しかし、関連特許をホンダが固めてしまったため、不公平を有料した FIA によって、レギュレーション上規制を受け、F1 に続いて、 モートジッピーでの使用も2007年から禁止された。高性能が発揮できる反面、生産コストが膨大になることから、レース活動終了後に少量を市販された高級二輪車 NR を除き、四輪車も含め市販車への投入は見送られたままになっている。車両に搭載されたエンジンの使用は、ホンダ NR を参照のこと。ありがとうございます。